3ヶ月になりたてのコーギーちゃんが幼稚園に遊びに来てくれました。とっても好奇心旺盛な子で、先輩たちにちょっかいを出してすぐにみんなの輪の中に打ち解けることができました。もうよちよち歩きが可愛いですね。子犬ちゃんたちはこのガブガブとした遊びの中で噛みつきの抑制、どれぐらい噛んだらお友達から怒られちゃうのかな、遊んでもらえなくなっちゃうのかな、あとは自分が噛まれた時も、あ、こんな風に噛まれたら痛いなっていうところからね、噛みつきの抑制がつくようになっていきますので、ぜひお友達と遊ぶ機会っていうのは作ってあげてください。癒しのプロレスタイムでした。続いてトレーニングの様子も見ていきましょう。まずはハウストレーニングから、ハウスに慣らせるためにご褒美で誘導しながらハウスの中に入ってもらう、そしてハウスから出てこなかったらご褒美が追加してもらえるよっていう練習をしています。続いて待て、お座り待てをさせて、お座りがキープできていたらご飯をどんどん追加してあげていきます。伏せの練習もしていきましょう。肘とお尻がついている時に伏せの声をかけてご褒美をあげる、これを繰り返していきます。お散歩もとっても楽しそうにご褒美を見つめながら歩くことができました。パピー幼稚園が気になる方は概要欄からどうぞ、いいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。